おはようございます。なんかさ、フィルターいつもと違うくない？ なんでだろう、フィルターなのかな、これ。なんか違うよね。白い。コロエさんって会ったことあるの、名前も似てる。そう、コロエさんが振り付けしてくださったんですね。名前多分、コロなのかな、一緒なのかな。一緒だったら結構ちょっとお話ししたんで、その時になんか同じ名前ですとか いう話になってたのかな。どうなんだろうね、本当の名前わかんない。うん、聞けばよかったね。なんかその時はもうダンスの振りが意外と難しくてさ、覚えるのに必死で何もできなかったけど、一緒だったらすごいよね。意外と難しいのよね、博多の香りダンス。みんなもぜひ踊ってみてください。うん、ちょっと難しいんだよね。振り付けの始めでクルタンとココッペが右上、エプキが左を、うん、そう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 、ちらって見るんです。昨日誕生日おめでとうございます。おめでとうございます、お誕生日。レッドファイブさん、ハートありがとうございます。クロさん、ハートありがとうございます。タウン魚さん、レインボスターありがとうございます。アイタカさん、たいやきありがとうございます。MJ ジェンさん、たいやきありがとうございます。トールンさん、ハートありがとうございます。タウン魚さん、寒天ありがとうございます。レッドファイブさん、ハートありがとうございます。マハマロさん、たいやきありがとうございます。カズスマイルさん、たいやきありがとうございます。カタナルナルさん、ハートありがとうございます。マインドくん、たいきありがとうございます。みちろうさん、たいきありがとうございます。マインドくん、簡単ありがとうございます。マハマロさん、たいきありがとうございます。みちろうさん、たいきありがとうございます。きょうこのごろさん、ハートありがとうございます。かんさん、たいきありがとうございます。博多ナルナルさん、たいきありがとうございます。のりぺさん、たいきありがとうございます。にゃんたさん、ハートありがとうございます。クラインさん、ハートありがとうございます。ホタテさん、たいきありがとうございます。クロさん、グーグーありがとうございます。迷子の子さん、たいきありがとうございます。ウィッチュッペさん、ハートありがとうございます。森城さん、だるまありがとうございます。タカさん、たいきありがとうございます。ジジリムさん、たいきありがとうございます。西健さん、寒天ありがとうございます。たいきもありがとうございます。おはようございます。朝に教えてもらって、その日に撮影終わらせると。なんか、大体の振り V みたいな、その博多の香りダンスの振り V が事前に送られてきてて、なんか覚えてきてくださいみたいな感じで、まあ覚えていったんですよ。それで CM 撮影当日になって、そのダンスの振り付け師してくださった方がそのビデオで覚えたのとちょっと変更しますってなって、また一から教えてくださって正しい振りを。
当日に急遽振りがちょっと変わったって感じですね。父の日はパパッペに親孝行した？してないです。まだしてないです。どこら辺？博多の香り、あれのダンス、左右の肩を斜めにして肩をせーので斜めにして肩を動かすところ。あ、こうか。コオロギさん待機ありがとうございます。事前に3人で振り合わせしたの。あのダンサーの方が、その振付師の方が教えてくださって、事前にダンス練習がありました。変更とかあったの。ゴゴペ専用の振り付け師だと思ったって。なんか途中まで孫なの最後ににっこりするとこ好き。そう、なんかダンスがさ、ほんと難しい、難しいっていうか、なんか覚えづらい感じでさ、それ に途中はリップ入れてくださいとか、ここはリップ入れて、ここは笑ってみたいな、あーってなってちょっと苦戦しました。ごはんまんさん、たやきありがとうございます。そうそう、行ってきます。行ってらっしゃい。マコ難しかった。なんか途中くるみさんとめっちゃつぼっちゃって、めっちゃあのつぼってたんです。その時はめっちゃ難しかった。コオロギさん寒天ありがとうございます。父の日は忘れがちそう、軽く見られがちだって。工場の等身大パネル見に行きたい。ぜひ見に行ってください。私等身大パネルあるって知らなかったんだけど。友蔵大輝ありがとうございます。上吉さん大輝ありがとうございます。最後アラビー、そうビキビキアラビキ。肩のカレーいかに美味しく食べるか研究してる。でもまあウインナーってさ、基本ナインに入れても美味しいけど、なんだろうね、何に入れても美味しいです。こうさん大輝ありがとうございます。まあ、このシーン見るとめっちゃ我慢してたんだろうなと想像してじわる。でも意外とそうでもなかったかも。めっちゃ笑いたいっていうのはなかったかもです。ヒロタールさん体験ありがとうございます。なんかこの間ね、友達がなんかサイトでなんか2009年生まれの有名人で心の名前あったよみたいなのを、友達がねこの間遊んだ時に、遊んでないけど一緒に勉強した時に言ってみせてくれたんですよ。
なんでそういうのをまず調べてるのか分かんないんだけど、見せてくれて、立花心って書いてあった友達が見せてくれました。今日初めて何です、ここで行くね、多分いい席だって、待ってます。今日髪の毛何にしよっかな、いつもなんか困ったらね、同じ髪型して、何したことないんだよ私。おでこだって朝からかわちい、うれちい。ザキザキザキさん、だるまありがとうございます。どんなバケ、坂上のリハはどうですか。坂上のリハは明日私のユニットのリハがあるんですよなので今日覚えないとです。今日ボーリングコンビがね、ボーリングのやつ面白かったくない。私まだまだなんかあれ16分ぐらいあったじゃないですか、半分くらいしかまだ見てないけどめっちゃ面白かったでもめっちゃ上手になってた。めっちゃすごいね、やっぱり練習するとできるようになるんですね。再生回数の伸びが違うすごいじゃん。さあちゃんが撮影して X の世代グーちゃんの写真見た、見た、エグちゃんの写真見たよ。振り覚えは早くなりました。なってないと思います相変わらず。フラさんありがとうございます。諦めないために感動した、可愛かった。私もボーリング上手い方じゃないからさ、できなさそう。サメッキュー投げたのすごくない面白い、すごいね。そんな撮影してたんだね私たちがね、何すごいね、そんな過酷な撮影をしてたなんて知らない間に4時間半なんだ。そっか。腕取れそうね。すご。
4時間半と、まあね、結構それにいろいろ準備するまでの時間とかあるから、めっちゃボーリングにいたね、ゆいなたち。かわいい。劇場公演2回分以上ありそうだけどね。2回分以上ありそうだけど、ダレルンさん、ハートありがとうございます。そろそろ終わらなかな。それではそろそろランキングを読んでいきたいと思います。じゃあ13位から読みます。13位、 YK さんありがとうございます。12位、ともぞありがとうございます。11位、西圭さんありがとうございます。10位、博多なるなるさんありがとうございます。9位、コオロギさんありがとうございます。8位、ごはんまんさんありがとうございます。7位、のりっぺさんありがとうございます。6位、ムハマノさんありがとうございます。5位、クロさんありがとうございます。4位、ホタテさんありがとうございます。3位、ただの魚さんありがとうございます。2位、まいのくんありがとうございます。1位、みちえじゅんやさんありがとうございました。それでは終わりたいと思います。月曜日ですが、皆さん頑張りましょう。頑張っていきましょう、今日も。公演もよろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうございます。